るというレースをやっています。さあ号砲になりました。競争スタートです。さあまずは4番の小松孝之が自ら前乗りと飛び出していきました。3番の阿部博之が追っていきまして、2番手1番の渡辺光がただいま3番手です。2番の岡崎昌司が4番手、岡崎は選手紹介とアクセルの昌司を見せていました。5番手から車を進めて1番の枠田辺と合流は6番車の赤星としみつ、5番車の宮沢明、位置を上げての3番手、宮城両者の後ろ東でまとまる一生寺選手紹介見せておりました。従いまして4番3番5番東日本ラインが前段、4、5番手が九州2社の連携1番6番、短期2番の岡崎は初手は最後尾の6番手で一本棒です。2週間目に入りました。先頭は4番の小松、昨日はハマった番手をめぐって追い上げた先端に競り勝っています。後ろは3番の阿部、両県阿部で連携、その後ろは5番の宮沢、中身は小松の番手を回っていました。1番の渡辺は初手4番手、昨日は短期に道中緩んだ展開、前に立って結果行為をもぎ取っての2着でありました。6番の赤星追走、中身は8分の1厘差の3着でありました。赤星2番の岡崎昌司は初手は最後尾、四国1社のこのメンバー構成、道中勝負権を確保できるよう立ち回っていきたいところです。さあ4コーナー回りきりまして、周回重ねて3周回目、いよいよ勝負どころ、ホームを通過、1コーナー回っていきますが、1番の渡辺も2番の岡崎も動きは今のところ見せていません。4番の小松は正攻法を構えて、さあ後ろから上がってこなければ、切りに来なければ、このまま誘導フルに使って先行と考えていそう。さあ金が入りました。このジャンのタイミングで1番の渡辺が仕掛けていきます。さあ追い上げではありません、一気に前を叩きに上がります。さあ4番の小松を1番の渡辺が叩きます。そして番手へ内ですが、4番の小松、6番の赤星のインコースで詰まっています。さあ4番の小松が6番の赤星をここはさばいて、さらに3番の阿部とついていく展開を、2番の岡崎昌司が自力まくって現在は番手の外、1番の渡辺逃げる展開を、外から2番の岡崎が、内からは4番の小松が作って抜けていきまして、4コーナーから直線です。4番の小松孝之がどうやら押し切って、2着2番の岡崎、3着3番の阿部。第2レースは A 級一般戦の2組目です。4番の小松が誘導フルに使ってかけるかと思われた展開を、1番の渡辺、ジャン杉のタイミング前を叩いてかけました。4番の小松は6番の赤星の内、飛びついてそこをさばいて、そしてこの時に2番の岡崎が自力まくりを繰り出してきました。外からは2番の岡崎が、そして内からは4番の小松がという終盤の展開、4番の小松が最終的に押し切っての1着で、2着2番の岡崎、3着は3番の阿部です。決定までしばらくお待ちください。第2レースでした。